件。バグスターを裏で操るゲンムコーポレーションの社長ライダーはゲンムだ。こんにちは、アスモンジャーです。今日ですね、昼ぐらいに起きて、それからですねエグゼイトとリュウキのライドウォッチを買いに行ったんですけど、そしたら売り切れてました。すごい人気ですね。それで買えなかったので、代わりにですねゲンムのライドウォッチをちょっと作って音声を予想しようと思います。ゲンムといえばやっぱり黒と紫でしょうかね。紫といえばこの響きのこの部分が使えそうですけど、なんかちょっとこれ違うんですよね。それだったらですね、このハリボテのコピーのエグゼードの色がこの肩の紫に近いので、ちょっとこれを使いますね。なんとかできました。髪の毛を黒で塗って、で目の線を増やして、あと口のへのところなんですけど、最初ですね間違ってこっち目のところ塗っちゃったんですね。で気づいてもう一回黒で塗りつぶして、もう一回ここ、まあ、分かりにくいんですけど、ここ紫にしてます。とりあえずですね、ここが黒いやつだったら何でもいいんですけど、例えばゴーストですね、ゴーストに貼り付けますね。あ、遠くから見たらそんなはみ出たやつは気にならないですね。 OK。音声ですけど、まあ、ゲームはですね、初期の状態とゾンビの時、そして新ダンクロとダンクロト神で、それぞれ音声が変わってくるんじゃないかと思うんですけど、今回は初期の時ですね。その時の音声だったら、バグスターを裏で操るゲームコーポレーションの社長ライダーはゲームだとかでしょうかね。他の状態のゲームとか、あとはブレイブとかスナイプとか、その辺を予想しても面白そうですね。そんじゃゲームの LED 確認しますね。ちゃんと紫になってます。あとはですね、ブレイブとスナイプとレーザーはもちろんのこと、確かクロノスとパラドとポッピーもあったと思います。ということはですね、その辺も予想しないとですね、まあ、デラックスで出なかったとしても食眼かガシャポンで出てくるんじゃないかなと思います。というわけでゲームライドウォッチの音声を予想してみたでした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。